相当閣下。どうした？ソ連軍の攻撃は日々強くなっており、相当艦艇にも迫る勢いであります。そうか。少し考える時間をくれ。はい。この戦争は、ドイツは、また敗北したのか、せめて最後は。ジーク入る。もし、あの日に戻れたなら。これ以上の継戦は不可能です。日本という国を終わらせるつもりですか。未だ日本本土へは米軍は来ておらず、帝国陸軍は少なからず戦闘を続ける余力があります。その結果としてあるものは日本の滅亡と、帝国臣民の絶滅です。8月6日、9日の新型爆弾の投下、8月8日のソ連による宣戦布告、この戦争は負けたのです。まだそんなことを。陛下の前であるぞ。未だ帝国は余力を残している。ただ、これ以上の戦争は意味のないことだ。戦争の責任はすべて私にある。陛下。君たちはよく頑張ってくれた。大日本帝国は8月15日、連合国に対して降伏を宣言する。もし、あの日に戻れたなら。歴史は多くの出来事の積み重ねからできている。もし、あの日、あの時違った選択だったのなら、歴史は大きく変わるだろう。日本の軍拡には鋼鉄の安定輸入が必須だ。満州を手に入れられたことは、日本の国力の増加につながるな。連盟よさらば我が大老堂々退場すか。これは戦争になるな。陸軍内ではソ連が一番の仮想敵と囁かれているが、中華民国と全面戦争になれば日本もただでは済まないぞ。ナチスが政権を取って早1年か、国民は支持をしているが、ユダヤ人差別が行き過ぎているように感じる。社会主義者を弾圧するのは、政権を安定させる目的があるのだろうが、優秀なユダヤ人を追放するのは理解できんな。イタリアでもファシストが政権を取ってしばらく経つ。二度目が起こるのも案外遠くないのかもしれないな。なんだ貴様らは。あなたが石原幹事大将ですね。そうだが。あなたは昭和維新についてどう思われますか？昭和維新？ああ、天皇を崇拝している奴らか。私は満州派だ。満州派？軍備と国力が充実できればそれが維新につながるだろう。それが私の考えだ。こんなことは今すぐやめろ。やめねば討伐するぞ。満州事変以降陸軍屈指の昇進をしているあなたが、統制派と同じ考えではないのであるなら安心です。待て、どこへ行く？先日、陸軍将校によるクーデター未遂事件が発生しました。東京警備司令部の情報によると、斉藤誠大臣、高橋惟清大臣などが殺害された、との発表がされています。また、陛下はこの事件に否定的な意見を示しており、この事件に関与した将校は次々に逮捕されています。次のニュースです。ドイツでは非武装地帯であるラインラント地域にて、軍が進駐しており、それでは参謀本部による軍会議を始めさせていただきます。まず今回の議題ですが、一つ目として226事件の後処理、二つ目に日中関係のことについて決定します。事件に関与した将校らは、国賊同然であり、厳しい罰を下すべきでしょう。515事件のようになれば、いずれ日本国は軍人の手によって支配される、独裁国会となり下がるでしょう。そうなってしまっては日本国は終わりだ。ここは石原君の意見を採用しよう。次は日中関係についてだったな。石原君説明を頼む。はい。現在、日中関係は日々悪化しており、いつ全面戦争になってもおかしくない状態です。ここは一番の仮想敵を中華民国と改め、対中戦に向けて軍拡や作戦立案をすべきでしょう。それでソ連はどうするんだ？中国なんぞ一撃を加えれば日本に屈服する。中国よりもソ連を警戒すべきだろう。おっしゃることは理解できますが、ソ連は今、5カ年計画の真っ最中であり、日本と戦争をする余力はないと考えます。つまり、お互いに戦争を避けたいわけです。ここはソ連と不可侵条約を結ぶことで、対中戦に大きく戦力を割くことができるでしょう。なるほどな。しかしソ連は5カ年計画を終わらせればすぐに攻めてくるぞ。警戒をしてない時に来られたとすれば、それは同時に日本の敗戦を意味する。それまでに日中での問題を解決させます。入念な準備と、引き際を見極めれば、
1938年までには解決できるでしょう。君がそこまで言うか、わかった。君を参謀総長に任命しよう。広告のために全力を尽くします。寺内大臣。なんだ？そんな急いで。寺内大臣は石原大将の考えに反対だったはずでは？そのことか。石原くんは確かに私の考えとは異なる人間だ。それならなぜ？優秀であるのは確かだからだ。自分自身の好き嫌いで采配をしているようでは、陸軍大臣として、帝国軍人として三流以下だからな。私はこの国のために全力を尽くす。寺内大臣。私はこの辺りで失礼するよ。それでは対中戦の作戦を確認させていただきます。日中戦争では早期に中華民国と講和するのが主目標です。決して全面降伏を望むようなことはしません。そしてそのためには短期間で、中華民国に衝撃と F を与えることが必要です。部隊配備については、北京方面に60万人、上陸隊に60万人を割きます。上陸隊は上海方面と海南島方面の2つに分けます。それぞれ40万人、20万人で上陸していただきます。上陸作戦をしている間、北京方面から絶え間なく攻勢をかけ、敵主力部隊を引きつけてもらいます。そして上陸が完了したところで、上海方面軍を2つに分け、それぞれ北京方面軍、海南島方面軍と合流します。これには敵主力を包囲する目的があります。そしてこの時点で中華民国と講和をします。主力部隊を包囲されている上、首都南京を制圧しているため、日本国に有利な状態で講和へと移行できるでしょう。以上で通称1号作戦の説明を終わります。蒋介石殿。どうした？そんなに慌てて。先ほど盧溝橋にて中華民国軍と日本軍が、交戦状態に入りました。そうか。いずれ日本とは戦争になると予感していたが、こんなにも早くか。近くの中華民国軍を北京へ回せ。これは全面戦争になるぞ。